プレゼント企画やってます。詳細は概要欄へ。こんばんは、シーバスです。シーバスです。こんばんは、ラボです。はい今回のその美味しそうなルアーは美味しいよね。うん、シーバスやもん、うん、はい、シーバスやもん。これですかそれよこれですかじゃない、それよ。これはアピアさんから出た、うん、出たっていうか出た、出てる、うん、ハイドラッパーの 90S。 おお、なんかもう形がね、違い、なんかバナナみたい。そう、もうなんかハイドロって感じもアッパーって感じもするしさ。どういうこと？このリップがやっぱ特徴的よね。そう、このリップのせいで、せいで浮かぼうとする、こいつは。巻いたらこうふーっと上に、そう、アッパーやけどな。アッパーアッパー、うん、アップアップしよる。アップアップ、うん、あ、なるほどね。そう、巻けば巻くほど上に向かって浮いていこうとしながら、うん、でもこいつ自体シンキングやから沈もうとするし、うん、っていうので、まあ、上に行くんやけど、うんでリップが水をちゃんと受けて、うん、まあ、フリ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 と、はい、フリフリとしながら、うん、ふわーっと行くと擬音ばっかりでちょっと俺分からんないけど自分で分からんないけど重心は固定よね。そう、重心固定やけどなんか結構飛ばしたい時に投げるルアーの一つじゃない、うん、これ。そうね、まあ飛ぶけんね。めっちゃ飛ぶよね。で、うん、あとは俺結構河川とかの背回りとか浅くなってるとこ、うん、あ、はい、シャロー、シャローね、そういうシャロー帯で結構ね、すらずに引いてこれるけどさ、しかもスローに。確かにいいよ、浮かび合う、と飛距離も出て、うん、なおかつ飛んだ先でシャローに、シャローにゆっくり引ける。うん、そのシャローを引けるのはね、あるんや、やっぱり飛んでシャロー、あるある。でもゆっくりシャローを引けるっていうのはね、やっぱ強いよ。強いな、かなり強い、かなり強いな、うん、確かに。新編の中で俺一番好きかもしれんって言っても過言ではないかもしれん。あ、確かに。あ、でもごめん、俺ソマリの方が好きや。え、ソマリ、うん、あ、確かにね、いいよるな、うん。まあでもそれと結構はるか、はるか、それぐらいに好きなルアーの一つ。そう、まあ大好きには入ってるね。大好きには入ってるね、うん、あれボートで釣れた時あれもイカやったんかな。イカやったよ、あの前回の。そう、3年ぐらい前のやつやろ、あれも俺イカって聞いとったと思うよ、うん、多分。なるほどね、うん、なんか引いてふわってテンション抜いたらこいつ後ろにヒューってヒューって、うん、こうやって泳ぎよったのがヒューって、で、その時のヒューでめっちゃ食いよった。あー、そこまで覚えたんや。そこまで覚えとる。そのヒューがね、うん、いい時も多分あるよね。ヒューが。ヒューがね。今日ちょっと音が多いな。ヒューができます、こいつは、うん。ヒューができる。バックスライド、うん、バックスライドフォールって言うんかな、うん。それはフリーフォール、テンションフォール。あ、テンション抜いたらって言ったよね。テンション抜いたら。フリー。ヒューって。そうやね。この形的にはヒューやもんね。そう。ヒューや、ヒュー。ヒューなんで、え、あとなんかめっちゃ意味わからん使い方してなかった前、あのリーディングクイックに入れてポップさせるみたいな、うん、あ、そう、そのポップさせて、うん、あ、ポップシュー、シュー、ポップシュ、ポップヒュー、ポップヒューそうそう、なんかこれね全然公式でも歌われてないし、いや多分やっとる人ほぼおらんないけど、うん、そうだね、あの結構巻いたら、まあ、浮いてくるけどさ、うん、浮いてきて水面でちょっとキュッて早く巻き入れたらクッてなった時にポッピングするよね、ジュボって、そう、ジュボッヒュー、そうです、ジュボッヒュー、ジュボッヒューを繰り返しよったらそのヒューでめっちゃ出た。そうです、そうですそう、そういう使い方はもうできます。なんなら、あ、いや、ポッパー忘れたみたいな時に、あ、まあ、ちょっと軽くポッピング使いたい、うん、なるほど、っていう時に使えます。そう、これはマジで極秘のマル秘の使い方です、ね、絶対に言わないでください、うんうん、絶対にやめてくださいはい、そんなハイドロアッパー、はい、まとめるとめっちゃ飛ぶ、ぶっ飛び、シャローをスローに引いてこれる、うん、強い、強い、強い強い、うん、うん、強い、で、ポップヒュー、ポップヒュー、
ポップヒューがマジで強い。そう。うん。まあ、マジで強いというか、それが効く状況もあるよってことやろ。そういうこともできるよってことやろ。そうです。だから、1個の選択肢、手札として、うん、多分これまでポップヒューのジャンルってなかったはずや。ポップヒューっていうジャンルができた？できました。なるほど。ローテの一つとしてやってみてください。はい。はい。以上かな。そうね。はい。はい。じゃあ、今日はハイドロアッパーでした。はい、どうも。